ドリームキャッチャードリームキャッチャー進みたいけど怖くてまだ待ったままの足がつまずいて10月6日日曜日の午後4時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢を応援するラジオドリームキャッチャー、ナビゲーターの出口優子です。この番組は夢を追っている人を応援し、やりたいを叶えるエンタメ系番組。アーティストに限らず年齢も関係なく、とにかく夢実現のために進んでいる皆さんを応援していく番組です。毎回ゲストをお招きして、やりたいこと、叶えたいことを語ってもらったり、県内のライブ情報、そして演劇公演情報、オーディション情報など、ホットな情報もお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さん1時間お付き合いください。それでは引き続き番組テーマソング、しずくが歌うどこまでもをお聴きください。Thank you.
週も始まりましたドリームキャッチャー。それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。本日は久しぶりにお越しいただきましたおたまメソッドマスター、そしてスピリチュアル美容家の佐藤彩子さんと、同じくおたまメソッドマスタードサンコスミレさんです。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。彩子さんも1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいですよ ね。もうお忙しいからなかなか。いやゆうこさんやっぱり声素敵。いやありがとうございます。声だけですか？全てよ。もう何言わせるの。ありがとうございます。今日はね、素敵なお友達をお連れいただいたということで ね。もう北海道、北は北海道から、はい、南の沖縄まで飛んできてくれたすみれちゃんです。はい、すみれさん、こんにちは。ようこそお越しいただきまして。どうも、初めまして。初めまして。 YouTube では見てました。見てました。恥ずかしい。ありがとうございます。ね、今日はね、スタジオ美女2人お迎えしてるわけなんですけど。え、3人ですよね。ありがとうございます。そういう風に突っ込んでくれないかなと思ってお話ししました。はい、お決まり、ありがとうございます。すみれさんもね、お肌ツルツルの、ね、なんか昔で言うなら、うん、ほらゆで卵みたいだねみたいな感じですよね。ツルツルんでね、ツルツルんでね、本当毛穴あるのって感じですけど、触りたくなるね。ね、リスナーの皆さんね、ご覧いただけないので、あと YouTube で見ていただきたいと思います。ね、はい、ね、ということで、あやこさんも10月にもなってしまいましたね。早いね。でもなんか日差しもちょっと和らいできて、さすが沖縄も秋という、感じになってきましたね。だいぶなんだ、夕方とかは日差しが柔らかく感じて、あ、沖縄秋ないなと思ったけど、あったみたいな。ここにあったって感じね。さて、今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。ね、さっき、久しぶりにゆこさんとお会いして、で今日はどさんこすみれちゃんも一緒なので、私の中で降りてきたのが、宇宙はスピードが大事。宇宙はスピードが大事。はい、ね、すごいワードですね、これね。聞いたことありますか。なんか耳に、この令和の時代になってから、結構この宇宙っていうワードを耳にしますよね。なんか私の、なんだろう、この宇宙はスピードが大事っていう、こう私の解釈では、なんでしょう、なんか、ね、よくね、インスピレーションが、もっと感じれるようになりたいとか、なんかメッセージが受け取れるようになりたいっておっしゃる方がいて、そしたら、受け取っているはずなんだけど気づいてないのかなって思ったんですね。降り注いでいるけど受け取っていない、気づいていないのかな。気づいていない、受け取ってるはずなんだけど気づいてない。例えばですよ、ラーメンって降りてくるじゃないですか。ラーメンって降りてきた時に、なんだろう、昔の私だったら、え、今ラーメンってきた、それ何の意味とか、え、ラーメンって何、どういう意味、なんかもう追求型で自分に尋問するかのように、こう問いかけていたのが、今は、あ、ラーメン、って一旦受け取る。あ、それが、別に今どこかにつながるかつながらないか放っておき、あ、ラーメンなんだ、 OK ぐらいで、そしたらなんかいろんなもの、もしかしたらね、皆さんの中で、あ、これ、え、メッセージでもな、まさかとか、これ違うよねとか思ってるようなことが実はメッセージかもしれなくって、ラーメンできたら、ラーメン気になったっていう瞬間に食べに行きましょうみたいな、要はね、腐る前に行動しちゃおうみたいな。もうなんか無理な意味付けを探すなっていうことですね。そうそう、意味を探せば探すほど、多分どんどん主観が入ってきちゃうもんね。もうね、もう自分の思いというか、頭ばっかりがね、勝手にこう働き始めちゃうので、頭よりもこの感覚受け取ったまま、ラーメンできて、あ、食べたいなって思えば行けばいいし、食べたくなければ、あ、ラーメンなんだ、終わりでいい。だからやっぱりこうスピードっていうか、やっぱり入ってこう受け取った瞬間によしってする、このね、行動できると、まあ、より軽くなっていくかなっていう感じが私はします。すみれちゃんどうですか。いや、もうね、これは、私あんまりできない側で、でもやっぱりあやこさんとか軽やかに生きてる人を見てると間違いなくそうだなって思う。なんか、そうそうそう、だから自分も、まあ、今降りてきて、まあ、ちょっとずつこうやって、自分もやろうって、やっていこうっていう感じ。いや、もう本当に言う通り。でもなんか、そうですね、まあ、確かにそうだと思う。
でこの本当になんかさっきも言いましたけど令和に入ってから、うん、今までなんか昭和とか平成の時代って、うん、宇宙とか、うんうん、降りてくるとかいうワードって、うんうん、すっごいなんかこの特別なことというか、うんうん、どっちかって言ったらこう変なことのように思われてたじゃないですか、うん、一部の人だけとか。でも結構最近って普通のワードで使われますよねこれって。それをなんかすごく感じる。ね、本当ね令和になってこう見えない世界との融合ってね、どこかのオーナーもおっしゃってましたもんね。そうですね。そうね、そっか。でもキャッチしてるんですね。してるのを多分押し殺しているんだろうなとか、ね、そんなはずはないとか、まさかまさか、うん、とか。例えば今ねアメリカって来たら、いやアメリカないないないとか、でもアメリカって感じたら、例えば人によって降りてきたとか聞こえたとか、見え、なんかアメリカって見えたとかだったら、あアメリカなんだぐらいで、もう軽くで全然で、アメリカちょろって調べてみるとか気になったら、こんなレベルでいいんじゃないかなって。なんかそのワードをこんなこうストックしとくっていうんですか、ちゃんと受け取ってストックしてたら、いずれはそこにこうつながることがどっかでね、つながって、なんか後ろ見たら道で来てたぐらいでよくねみたいな。そこで何かこう意味付けで深掘りを、全然違う穴を掘っちゃうから、そこに埋まっちゃって分からなくなっちゃうんですね、きっとね。私もそんな感覚ですね。とか、なんだろう、あの意味を考えて、要は損したくないとか間違いたくないとか、頭が恥をかきたくないとか、が多いよね、きっとね。だからそこで失敗したくないから、頭でいっぱい考えて、あのつながれば行こうみたいなね。いや、行ったらつながるかもしれないよっていうところですよね。だからね、宇宙ってスピードが大事なんだなって。そっか、なんか前髪のね神様、チャンスは前髪の神様適当受ける。言ってることはまあつながってるけど、前髪の神様、前髪の神様はアホ丸だしね。なんかそんな感じなんでしょうね、前にしかいないよっていう意味かなと思って。なんかそう、メッセージのとかもね、なんだろう、こうカゴがあって、降りてきたの入って取って受け取って、入って取って受け取ってな気がして、降りてきてるのに、このなんだろう、ザルに入ったのに、カゴに入ってるのに、いちいち考えるから次のものがもうこぼれちゃうようなイメージがあります。とりあえず取っちゃえば、取っちゃえ、その中で気になることだけ自分の中で受け、ね、なんだろう、進めればいいんじゃないみたいな。それが選択につながってくるっていうこともあるかもしれないですね。選択ってこと、ね、ゴシゴシではなく選ぶ方のね。それはすごく感じます。だからね、今日は宇宙はスピードが大事ってなんだか降りてきましたね。宇宙はスピード、まさしくね、皆さんもね、ちょっとこの、ね、受け取ってください、だそうです。ラーメンと来たらラーメン受け取る、ラーメン食べましょう。沖縄そばって来たら沖縄そば、食べ物ばっかりじゃないですけどね。そうそうそう、行きたい場所とかもそうだと思う、なんかなぜかもうとっても気になるってやっぱり、行こうかなどうしようかなって頭だけ考えたら、どうせ反対することしか頭って言わないじゃないですか。わかりますわかります。私もなんかそんな感覚があった。こういうふうに、あ、ここに行かなきゃと思うけど、果たして本当なんだろうかっていうふうに考えちゃうと、もうそこで邪念が入ってるってことですよね。もうね、そう、行かない理由ばっかり探し始めるとか、もうとりあえず来たら気になるなら行ってみようぐらいの、ね、あのフットワークの軽さが必要ってことですね。すごい思いました。スミちゃんはどう？スピード、あ、でも私もあんまりまだスピード遅い方だけど、そう、遅いの自覚ある。それ今のなんかやり取りでもそう思った私。いや、出ていいのかなみたいな、どこまでちょっと出ていいのかなみたいな。全然ガン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 。そうそう、ちょっと猫かぶってね。そうなんだけど、でもたまに本当に例えば沖縄来たいとかっていうのは、もう本当にすぐそういうことは割とできる分野とできない分野がどうやら自分の中にはあるみたい、やりやすい、抵抗なくスッと来れる。私は行きたいとかは割と行ける派。移動とかそういうのはできる。じゃあ不得意な分野って不得意なのはやっぱり自分の考えを、あの表面に出すこと、公にすること、ブログ書いてますけど、
ブログに書くことも、うん、なんかもう完結したことじゃないと書いちゃいけないのかなって、そのまだ途中の、要は降りてきた段階ではまだ発信してはいけないんじゃないかとか、なんかもうそれが多分相当呪いですね。だから今はもうその未完成なまま出発するっていう今練習中です。あやこさんなんかガンガン上げますよね、うん、なんかねガンガン出しているとすごいクリアリングになるのと、うん、あのなんか大地で足踏んでるじゃないですか、はい、足を大地で踏んで、で頭って天、で自分がねあって三位一体が出せば出すほどなんか入ってくる感覚がクリアな気がしてきて、最近それはあるのかもしれない。なんかこの書き出す時も自分の中でまだ詰まりがある時って重いな、文章も重い、重いね、重いし、で重いなって思いながらもとりあえず出してこう 2,3 記事1日でやってるとどんどん消化されて軽くなるとか、まあ、それを感じたのでブログセラピーやんとかまた新たな仕事また新たな仕事が生まれたって感じですね。そうブログセラピー、ブログはすごいやっぱり自分の思いを出すってやっぱ入ってきてるばっかりじゃ ねやっぱり食べ物も消化して出すからお腹すくしみたいな、やっぱり出てないとお腹すかなかったり食べれないっていう、本当に心も同じ循環ですね、循環。そう、そんな感じです、そんな感じ。すごい、じゃあすみれさんも今それに向けて循環させようと、そう循環のスピードを速くしていこうって、とてもやっぱり、本来理想とするものよりはかなり遅いってことを気づいてしまって、でも気づくことが大事とかってあるじゃないですか。そうですよね、でも私ももっとやっぱり軽くなりたいなって思う。もっとですか惹かれてる惹かれてる風ぐらい、ね、風ぐらいピューっとね、風ぐらいわーみたいな、飛んで海外みたいな。なんかでもあやこさんはそういうイメージがあるけど、風のような今でも。そうなんだ、台風のようにたまに、なんだろう、雨が乗った風の時もあるので、そう、もっと軽くていいんかなみたいなそよ風とかさらっと、そんな感じです。ゆっこさん最近なんか気になってることとかないですか？気になってることですか、なんだろう、まあ、結構最近忙しいけれども充実した日々を送っていまして、この間ねふと考えたのが、やっぱりなんか幸せだなって思った。素敵。なんか何気ないことが幸せなんだなって思う。最高。でやっぱなんか最近私すごくなんかなんていうのかな、やっぱ先にまだ起きてもいないことを考えがちな人だったんですね。わかるわかる、同じ。そう、こんなになったらどうしよう、こんなになった時にはこうしておこうみたいな、でもそれが何の意味もないと気づき始め、で最近は本当に意味がないなっていうことを思いましたね。素敵。そうだ、なんかこの宇宙とセッティングするっていうの、自分の思考を、それに目を向けられるようになりました。すごい。それを考えたらなんか幸せだなと思って。幸せですよね。だからなんかやっぱり将来幸せになりたいんだったら今幸せになれってことですよね。今幸せを感じれというね。なんか前あのちょっとお会いあることがきっかけでお会いした方が、やっぱり宇宙に頼むとなんか願いは叶うみたいな、で宇宙銀行からお金引き落とせばいいのよみたいな感じのお話をいただいた時に、やっぱその自分の持ってるなんていうの、このビジョンっていうのがすごく大事なんだよって言われて、例えばいくらくださいってお願いをするとないイメージが宇宙に伝わっちゃうから、もうある程度、そうある程度浮かべなくちゃいけないよっていうのが最近なんかね、分かるような気がしてきた。腑に落ちてきたってことですね。私もなんかいくらなんかある程度って言われても、もう頭がねすごいこう思考がすごい働き者だったんで、いやあるって思えって言われてもないよ、ないもんみたいな、もうないばっかりに目がいってすごい、そう自分でこのないを見つめて、ドツボにはまってたんだなみたいな、よくあるよくあるパターン。だからそれがお金とか物質的なことじゃなくても、例えば今私もう
史上最大太ってるんですけど、うんうんうん、若い頃の知り合いが見たら何ですとって思うぐらい太ってるんだけど、うんうん、それもやっぱりこう太ったらどうしようとか、うんうんうん、あこんなの食べたら太っちゃうって思考のもとだなと思って、うんうん、もう太る前提ですもんね。そう前提前提前提もうね食べたら太るっていう、ね、痩せられない前提、うん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 、だからもうちょっと切り替えたので、うん、リスナーの皆さんもちょっと楽しみにしててください、ね、やばいやばいこれ以上綺麗になってどうする言っちゃった言っちゃった痩せてやるぜって、ね、いや本当に私は痩せるんです。そう、うん、いや痩せているんですよね、うん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 、そう痩せているんです。そうすでに、すでに、うん、もう元に戻ってるんですっていう ね、うん、ね周りの人間は何言ってんだこいつと思うかもしれないけれども自分の思考としてそっちの方が幸せかなと思って、ねえ、うん、我慢してね食べたいのをこらえるよりもね、うん、幸せだなって感じて生きてる方が痩せますもん ね、 ねだから本当にこの、うん、先ほど真彩子さんにどうですかって聞かれて何も問題が見つからないっていう私っていうのを想像したことがなかったですね、素晴らしい状態ですよね、うん、だけど何も変わってるわけじゃない、うん、大金持ちになったわけでもないし向ける視点が変わったんですよね。そう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 、もうなんかもう幸せをもう見つけるプロになってしまったんじゃないですか、うん、いやいいこと言うじゃないですか、すみれさん、ね、だってでそういうことですよね、うん、幸せしか感じられないってことは、ね素敵、ね、ありがとうございます、ね、皆様のおかげでございますとか言っていやでも素敵本当やっぱないに目を向けるのもね、うん、あるに目を向けるのもどっちでも自分が選んでることですもんね。本当そうですよね、うん、そうだね面白い。だからなんか見る方向が違うとなんか全部違ってくるって面白いなと思って、うん、本当に何も変わっていないのに ね、 ね現実的にはね、うん、そう、うんうんうん、一番なんか、ねずっとない世界で生きてて、うん、あるに気づいた時の衝撃みたい な、ねえー、なずっと環境は変わってないのに、うん、その中にずっとあったみたいな、うんうん、自分が気づいてないだけでみたいな、ね、本当にすごいなんかがめついのもいい加減にせよぐらいくれ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 になってたなって思った自分もいました。すごいですね。ねえ本当だからこの番組コンセプトのこの夢を応援するっていう、ね、ことでもこういったこの気持ちもね伝えていきたいなと思いますよね。素敵素敵、うん、素晴らしい。叶った体でね、叶った体で毎日ルンルンに過ごす、うんうん、でだってねあの、うん、ちょっと考えてみたのそう言われた時に、うん、確かに私子供の頃って、うん、叶わないことってなかったもんと思って、無敵だ無敵、うん、無敵だったもん、うん、それがもう社会に出始めて、うん、やっぱりあの全ては叶わないんだなって、うん、それが普通の人より多分挫折を大きく感じちゃった、うん、あ叶うって思ってたものがもうガラリと変わった世界で、うん、もう叶うっていう言葉すらないぐらい全部叶ってたわけ、うんうんうん、当たり前すぎて欲しいってものを言わなくても欲しいものが目の前にあった的なことが、うん、あこんな世界なんだっていうのにすごく挫折をしてそこからこの準備をする、うん、夢は叶わないから傷つかないようにしなきゃなみたいな、ね、傷つかないようにしなくちゃっていうのが来てたので、うんうんじゃあまたその幼少期の無敵状態を今思い出し始めた。今思い出し始めたの。最高。すごい。いい。子供の時にさ、うん、夢が叶うって当たり前だって違和感がなかったってこれってすごいなんかご両親が素敵。うんうんだって親がやっぱりなんか世間の目だとかこんなこと言ったら笑われるよとか私は言われたからなんかつつましく生きれって言ってもうこんなにつつましくなっちゃったよ。吹いちゃった よかった今シーンとしてたらちょっともうこれ以上に恥ずかしいのないんで吹いてしまった。いや、ね、そういうのでやっぱり親もこう我慢してね、苦労した世代に生きてきたから、うんうん、子供を思ってのことだったと思うんですけど、うん、でもやっぱりあこれは私の代で断ち切らなきゃと思って、ね、そういう役目ですよ ね、やっぱ自分たち子供いて、うん、同じことはやっぱりもし同じ声かけするにも、ね、やっぱりちょっと違う形で、うん、前の親のも愛だったけどねその、うん、危ないよとかって忠告も愛だったけどまた違うね形で、うん、ね渡していきたいですよ ね、 ねそうですよ ね危ないよっていう愛じゃなくて大丈夫よっていう愛でつないでいきたいですよね、うん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 、よくね夢を叶えたいことがある人は夢を叶えたいという人を笑わないけど、うんうん、叶えたことがない人はね夢を叶えたいっていうことを笑 う、 ってもう本当に私それ、うん、本当そのまんまだと思う、うんすごいすごいもう首もげそうなぐらいうなずきたい、ね、そう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 、うん、みたいなヘッドバンキング、ね、だからねゆうこさんの番組素敵ありがとうございます。
がとうございます。なんか愛が溢れてる感じがする。本当愛が溢れた番組にしたい。ね、叶えること応援するって、叶えたいことを応援するっていいですよね。いいですよね。そう、応援できるようになりたいというのが夢かな。うん、もうなんかすでに応援できてると思います。まあ、もっとっていう感じなんだろうと思いますけど。そうそうそう、だって北海道から来たゆふみちゃんがね、このタイミングでね帰れるっていうのもすごい愛をもらってるよね。そうだ、まさか本当に、うん、本当にご縁です。ご縁、ね、ありがとうございます。本当お二人みたいな。おととい沖縄着いて、うん、あ、木曜日ねラジオ出させてもらうから一緒行くって言ったら行きたいとか、もう子供に帰って夢チェックみたいなね、だからタイミングね、本当感謝ですね。感謝ですね。わざわざね、北海道いや日本の端と端でつながるってすごいですね。すごいですよね。嬉しい、本当に楽しい、本当楽しい、楽しい、ワクワクしちゃってる。ワクワク大事ですよね。大事です、ね、なんかあんまりあの押さえつけてる時って自分で自分をね、うんうんうん、ワクワクってなんだろうってわからないぐらいだったんで、あ、その気持ちすっごくわかります、うん、なんかワクワクすることしようって言われてもワクワクがわからないというか、もうね、どんだけこう思考にストップさせていたんだ、うん、感情っていうか、うん、本当同じことをしてても、うん、今はワクワクしてるのに、うんうん、ワクワクってなんだろうって思うことってありますよね。うんうんうん、ね、なんか感じるって大事なんです ね。そう、あの彩子さんのねよく言うワードで、うん、不感症っていう、ね、ありますけどね、大事ですね。感度ねビンビンでいきましょう。あの一応まだあの日曜日の4時なので、まだ暗くなってない。そうそう、まだ暗くなっていないのでね。あやこさんほったらかしにするとね結構ちょっと危ない。そう、もうね、どうしても下系に行こうとするところをゆうこさんにストップかけられて綱で引っ張られる。そう、引っ張り上げられる。ね、このお顔に似合わない下系っていうのが面白いよね。あ、なんかね結構えぐいですよね。そうそうそう、でもね、すみちゃんの方がもっとね変態。え、なんか、じゃああれですか、おたまメソッドマスターって変態なんですか。あ、そう思われちゃう、どうしよう、怒られる。れやばくないですか。そこカット、そこカット、カットできないけどカット。ね、でもなんか生き方と性ってね、その下ネタっていうとちょっと違うのかもしれないけど ね、まあ、ね、繋がってますよね。生きることと性っていうのはやっぱり、うんうん、そうですね、性と食とね、うん、睡眠と、うん、なんか3つ本当に3体欲、うん、かなって思ってる、うんうん、なんか、うん、その恥じらうっていうか大っぴらにしろとも言わないけど、うんうん、恥じらうことではないのかなって思う、うんうん、思うかな、まあ、大事なうちの一つ、うんうん、まあ、そうですね、うん、大人な大人な階段、大人の階段登る。じゃあ暗い時にまたその話は、はい、そうですね、じゃあ深夜番組も、じゃあ彩子さんに深夜番組を、そう、深夜番組すごいことになりますね、予感します、ね、遠慮なく、じゃあじゃあ、 あの彩子さん深夜番組持つということですね。ね。でここで曲を1曲皆様にお届けしたいと思います。そう、ちょっと沖縄っぽい曲ね、うん、お届けしましょう。こじゃこさんで一マディン。
dear こちゃこさんのナンバーから一マディンお聞きいただきました。で沖縄の風がスーッと流れていった感じで、ね、声もまたいい、うん、素敵です、ね、沖縄の曲大好きです、うん、あそうなんですね、はい、なんか三振やられたりとかします？何もしないですけど、うんうんうん、そのやっぱり独特な音階そうすごい好きです、うんね、いいですね。これも独特ですもんね。あやこさんは民謡歌ったりされますか？あ、昔結構歌いました。あ、本当に？そう、マイク持ったりする仕事してたんで。あ、そうなんでしたっけ？素晴らしい。たまにマイク持つよ。たまにマイク持つよ。今もマイク、まあ、マイク持ってませんけど、マイクの前にしてらっしゃいますけど。そう、そうなんです。さあ後半はどんなお話を、はい、していただけるんでしょうか。さっきゆうこさんのね、はい、娘さんのテーマソング、はい、しずくちゃんのどこまでを聞いてても、はい、フレーズがね残ってて、うんうんうん、越えられない道などないってしずくちゃん、それがね、あーなんだろう、やっぱり私も、はい、新しいことに進む時ってやっぱり怖いので、うん、尻込みするというか、うん、なんか降りてきたメッセージに向かう時で、うん、そうって思う時あるんですけど、うん、でもやっぱり一応やってみようみたいな感じで進んできて、うん、でもそれってやっぱり毎回怖いさは消えなくって、うん、新しいこととか、うん、で今本当にまた新しいことをねやろうとしてているんですけど、やっぱり怖さもあって、うん、そうなんですね。そうなんです。でもね、そのやっぱりこのフレームがね、フレーズがね、うん、越えられない道などないって信じてて、やっぱり、まあ、私にも送れてるメッセージだけど、ラジオを聞いていらっしゃる皆さんも、うん、なんかね、あやってみたいけどなんかちょっと怖いなとかね、うん、いう方にね本当に届けているメッセージじゃないかなと思いながら。うん、民謡聴きながらもそのフレーズがまた頭の中に置いてありがとうございました。ね、このどこまでもなんですけど、なんかこの番組のために作ったみたいな曲になってますよね、歌詞がね。たまたまです。たまたまなんですよ。この番組決まる前にこのオリジナルソングがあって、で、まあ、テーマソング何にしようかな、オープニングテーマっていう時にこれを思い出して、あれ
ぴったりじゃんと思って、うん、つながってる。そう、まあ、娘推しでね、うん、娘それもあって使ったんですよ。いやもう宇宙の采配完璧、うん、完璧パーフェクト、うん、すごい、ね、ありがとうございます。で第1回に彩子さんがゲストでお見えいただいた後に、うん、彩子さんのブログで、うん、なんだっけ、住みたいけど怖くてまだっていうでっかい文字でね、そう、あの時はね、あの言葉が私にとってのやっぱりお、まあ、メッセージだったんですよね。でも今日はね、こういうのない道なと、次のステージ止まっていたけども進み出したって感じですね。進んだけどやっぱりまたね、あの道が分かれているというか、まあ、なんていう感覚なのかな、うん、とりあえずね、超えられないことはないから行っちゃおうかみたいなって思いながらも、またここ出たら怖いよなと思うんですよ、その繰り返し面白い、すごい、すごいね、なんか、この歌詞好きなんですよ、うん、私も好き。本当にあんたが書いたのって疑っちゃうんだけど、もしかしたらなんか降りてきてたのかもしれないね、うんうん、いやでもなんかそうやって自分のやりたいことやってる時ってやっぱりつながってると思うから、ちゃんと、ね、そういうのは来てると思う、うん、ね、書かされたっていうかね、ね、そうかもしれないですね、ありがとうございます。素敵、しずく褒めてもらってるよ、今度サインもらおう、いいな、いやその気にさせないで、なんでなんで、本当に本当に、ね、ありがとうございます。そう、なんだろう、すみちゃんは何かありますか、こう歌とか聞いてもなんか今日気になってるワードとか。うん、今日、いや、うん、今日っていうかついね、先日彩子さんが言ってた、うん、まあ、スピードって話したけど、うん、行動は裏切らないっていう一言が、うん、あ、おととい、おとといだっけ、行動は裏切らない、そう、うん、なんか彩子さん名言集の塊だから本当塊だと、そうだからそれを書き留めて本にしようかなみたいな空気は読むものじゃなくて吸うものよっていうのもあったけどそうありましたね、あの、そう、このね、行動は裏切らないって、うん、一昨日あの名古屋とか東京とか、はい、もう一人どこだ、神戸から友達が来て、はい、24時間の滞在で帰っていったんですよ、一泊して、すごいそれも、うんね、でその時に帰りに、あのね、本当行動って裏切らないというか、はい、私たちがなんかある場所に行くって言ってブログで出したら、うん、全く見ず知らずの方が、うん、その行くメンバーの一人に連絡をくださって、私も参加したいですって、はい、会ったこともない人に、うん、あ、この人沖縄来るんだって見つけて、うん、行きたいですっていう勇気ってすごいなって思ったんですよ、うんうん、で、あの来られて、まあ、いろんなメッセージを、はい、あの受け取って伝えて、うん、まあ、彼女なりに受け取って帰られたらやっぱりいいこともあったって、うん、だからやっぱり本当にね、変えるのって行動なんだなって思って、このね、勇気を持ってこう行きたいですって言ったこの勇気ってすごいなって、行動にした、行きたいを叶える行動をしたっていうのすごいと思って、うん、感動しました、感動した、ね、すごい、本当に、うん、すごいですね、それ本当に勇気がいることだと思う、ね、会ったことない4人5人に対して、うん、行きたいですって一言ってすごいですよね、うん、私たちもどんな方なのか分かんないまま、うん、誰一人会ったことない方がね、うん、もしかしたらね、うん、もうただの変な女の塊かもしれない、まあ、変は間違ってないけど、ね、多分ね、違うかもしれない、ね、うんうん、イメージしてたのと違うのかもしれないけど、まあ、それをね、なんだろう、頭でね、考えずに行動に移したって、うん、なんかすごいなとか、うん、行動ってするためにやっぱりこの地球に来て、うん、チャレンジばっかりね、うん、して楽しんでるんだな、そうですね、うん、ね、行動すごいよね、うん、すみちゃんが最近じゃあ一番行動したっていうのって何？行動、うん、もう昨日今日じゃない昨日それ多分常に行動してるから、その行動したっていうのが最近なんですね、うん、きっと。もう私9月本当にブログ発信も全部やめて、うん、もう多分で笑われるね、まあ、おかしい、本当にね、あの自分の殻に閉じこもって、もういじけモードみたいな、もう、はい、なって、もうすごいめんどくさい反抗期のイヤイヤ期みたいななってたのを、昨日彩子さんとなんかそうお茶してる時に、もうすごいすごい
刺してくるし塩塗ってくるの、で私もそこが至らないのは自分で知ってるんだけど、そこをまたグリグリやってきてもう号泣しちゃってもうね、でも彼女もだから本来そんなことって、あの、あやこさんとかみんな私たちもそうだけど、皆さんにお金いただいてやることなんですよ、そういうセッションみたいなことって。それをね無料でも、もうすごい濃厚なすごい愛をぶつけてくれて、もうやっとなんか天の岩戸からまた出てきたみたいな、隠れてたのに、天照らす神々、そうそうそう、発信するのをまたやめてたけど、昨日もじゃあもう帰ってからもすぐやるって言ってホテル戻って、はい、もうまたすぐ何本かブログ、書きたいことを一回やっぱりいっぱい一回書き出したら、やっぱスラスラってなんか出てきて、でそうでその書くことないとかって、もう伝えたいことなくなったとかって言ってたら、なんかいいことばっかり書こうとしてるからないのよみたいな、そのないのも書きなさいよみたいなのに言われてなんかあの一言です、そんなに強い口調ではなかった私のフィルターを通してるとそうなってる今ちょっとお姉っぽい感じの口調ないよねそうだから、でも本来は多分そういうめんどくさいモードの時って結構割とどうぞ勝手にって感じだし、みんなは自分の人生あるから幸せにやるんだけど、やっぱり優しいからやっぱ言ってくれるわけなんですよ。でそういう人って実はすごい宝物っていうかいなくって、そうですね、それ昨日今日かな、やっぱりなんかまたやっぱり返して言ったの取り消しとか言ういやもう割れちゃった卵ね、生まれちゃったからもう取り消しできないですよなんかね、なんかすごいなんか痛い、言われてる時はもうこれ以上ないってぐらい痛いんだけど、うんうんうん、でもやっぱり後からもう染みるようなこう、愛を感じるんですよね。なんか多分マゾなんでしょうねいやな、でもなんだろう、いやでもな、選ぶのって本人だから、うん、うんうん、私ただ質問しただけで、うん、ただ質問の仕方がしただけで、なんかもう的確なんですよ、プロだから、うん、もう本当に底つくみたいなところ言ってくるから、うん、なんかね、そうそう、なんかそういうダメなとこも全然出していいんだよとかって言ってくれて、うん、なんかすごいやっぱ優しく背中を押してくれる、だから押してくれても一歩踏み出すか出さないかはやっぱ私次第だから、うん、押されてるけど踏ん張るかね、結局自分がやるかやらないかみたいな感じだから、うん、いやでもまあ天の岩戸の中は楽しくないよなみたいな、外はどんちゃん騒ぎしてやっぱみんな楽しそうなのに、うん、ってここ暗いし楽しくないし、うん、これは違いますよねみたいなやっぱり自分の中でね決着がついてやりきって、うん、はいまた出ますみたいな、いじけてましたすいませんみたいないや今楽しい世界の中にそうまた戻ってきて、うん、そうでも楽しい世界に戻ってくると、さっきあいこさんが言ってたみたいな、やっぱ自分の中でのチャレンジみたいなのもやっぱ出てきて、うん、怖くなって、うん、ちょっと布団にもぎたくなるみたいないやなりますよねやっぱり怖さは毎回来る気がする、うん、だから、ね、安心ですよね、やっぱこういう人を見て、うん、軽やかな人を見てもあやっぱ怖い瞬間あるんだと思ったら、うんうん、みんな同じだよなって、うん、怖いビビリですもん、私ビビリなんですか、怖いお化け怖いそこですか、そこお化けより人間が怖いじゃないですかそれもそうかもリアル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 確かに、ね、じゃあくじけそうになってまたこもりたくなったら雫のどこまでを思い出してください、ね、ほんとほんとそれほんといいいい、うん、うん、なんかそのための歌って感じ、ね、本当になんかびっくりですよ、うん、なんか本当に岩戸から出るための歌って感じ、うんうんね、すごいそこまで、ね、そこまで言っていただいてるよ、ね、雫ね、すごいと思う、本当ね、なんかそんなことをね、うん、そのフレーズでいろいろ思いが込み上げてきました、ありがとうございます、うん、そうですね、やっぱり一歩踏み出すのってすごく努力と労力と勇気がいることだけれども、うん、踏み出さなければ前には進めないですもんね、景色も変わらないですね、景色も変わらない、ずっとそのままでいいの、うん、いいならいいんだよってことですね、そうそうです、そうそう、いいならいいんですけど、うん、なんか進みたいのに進まないってやっぱり拗ねてたらやっぱり、うんうん、もったいないというかね、いつまで経っても経っても景色は変わらない、今の景色でよかったらいいけどねって感じですよね、うん、ね、本当にそれすごく痛いほどわかるな、やっぱり、うん、ゆうこさんはいつな何歳の時から舞台とか始められたんですか、うん、そのなんだろう、度胸がいるでしょう、それってそうですね、私は
なんか結構子どもの頃からやってたので、へ、もう一番最初は児童劇団にいたんですよ。それは、はい、ゆうこさんが行きたいって言って、やりたいって言って、行かせたご両親も素敵そうで、まあ、あの昔学芸会とかは必ず主役とか、うん、そういう感じ で、あと小学校の時はあの劇団四季の子どもミュージカルっていうのをやってて、それを見てもう私はこういう人になりたい。で、母がまた宝塚を好きだったこともあって、あ、兵庫でしたよね、はい、そうで宝塚を見てて、私は中学卒業までは宝塚に入るもんだと思ってました、すげー、思ってました勝手にね、うん、だけど 中学卒業前にそういう芸能活動を始めて、いや宝塚なんて狭い世界よなんてなんか思って別の道でっていうことだったので、じゃあもうあれなんですね、 なんだろう、本当にご飯の好みが分かるぐらいからもお芝居とかされてたからそうそうそう、だけど生活の一部みたいな。でもやっぱり途中で怖くなりました。何歳ぐらいの時ですか？それがやっぱり、ね、10代後半、後半か15、6、ティーンエイジャーの頃に、うん、やっぱりなんかね怖くなった時期があった、うん、なんで怖くなったの？なんだったらすごく恐怖が湧いてきた。誰かに何か言われたとか、何か言われたとかではないと思うんですけど、ことの重大さに気づいたっていうのかな、もしかするとそう、こういう仕事ってこんなに大変なことだったんだ、外を見始めたの、そう、うん、っていうのはあったかもしれない。すごい、なんか一回ってそうやってやってきたものを一回また手放して、またそうやって取りに行くっていう、なんかすごいなって、そういうやっぱり好きじゃないとやっぱその選択ってならない、そうなんかすごいと思って、そうですね、なんかだから結局間は空いてても、うん、未だにやっぱそれに関連することをやらせていただいてるのはすごい幸せだなと思って、ゆうこさんにとってそのお芝居とか舞台女優さんとか歌とかもそうですけど、なんでしょう、ゆうこさんにとってそれらは、それらは他人、お芝居とか、まあ、自己表現ですよね。表現、なんか全てにおいて表現力っていうものが一番大事だと思って、それはもう普通にこの例えばシンガーとか、あの演劇人とかじゃなくても、普通の一般の生活をしてても表現力ってすごく大事になってくるじゃないですか。自分のことを表現、自分の思いを表現するとかですね、っていうことは自分の表現力できれば相手のことも受け取ってあげられると思いますね。ゆうこさんにとってお芝居とか、ゆうこさん自身を表現をして相手のことも受け取れるツールみたいな感じですね。すごい、なんか私セッション受けたい始まっちゃった。いやなんかね、やっぱりパーソナリティの佐藤彩子ですってなんかなんか人がなんかそこにどんな思いなんだとか、最近それ言うのがすごい興味があって。なんかね、あのなんか一人一人ストーリーがあって、これやりたいとかね、おっしゃる方って、なんでそこに興味が湧いたのとか、でも分かる、すごい興味が、そう興味あります人に、ね、あのなんかきっかけがあったんだろうな、 そのきっかけとかがすごい興味があって、結構変な質問とか私もしちゃうことがある、興味があるからね、聞きたくなりますよね。別に追求したいからとかじゃなくて、なんかどんな思い、なんかストーリー聞きたいみたいな気になるんです、ね、ありがとうございます、私のことなんかすごい、だから全然じゃあ舞台とか緊張されないですか？いや私すごくね、人一倍緊張する人だったんですよ、昔歌ってても、あのユニットやってる時とかでも、もうとにかく緊張する人だったんですけど、最近は全然その緊張感がいい緊張感になった。あ、それが、プレッシャーではなく、そう、いい感じのいい感じの緊張感っていう感じですね。それいいですね、だからこの今若い子たちに指導してたりとか、オーディションに立ち会ったりすることがあっても、なんかみんなガチガチに緊張してて、それも何とかしてあげたいと思う多分すごい余裕があるんでしょうね今、なんか多分余裕ない時ってガチガチになるけど、なんか余裕でしょうね、余裕楽しめる、ちょっと余裕みたいな、それは多分ね、なんかよく見せようと思わないからだと思う。そうですよね、よく見せようと思う時は抹茶ガチガチになりますもんね。なぜ緊張するかって、ね、突き詰めて考えたことがあるんですよ、かっこよく見せたいとか、そうかっこよく見せたい、練習不足、準備不足、だから不安で、それをバレたくない、そうバレたくない、だから緊張するんだと思って
確かにそうですよね。え、ゆこさんが今教えてらっしゃる方は、はい、うん、上はおいくつなんですか？上ですか、うん、上は30代後半から、うん、そうですね、素敵。下は10歳とか9歳とか、います幅広く。30代の後半で、うん、なんかこうやっていいですね、夢に向かうって。そうですね、本当にね、みんないいな、なんか、うん、もっといけるっていう気持ちになりました、うん、もっといけるっていうもっといっていいぞみたいな。そう、うん、全然みんな夢を追うっていうのは、ね、障害ですよね、やっぱりチャレンジにしてもね、うん、だから私も、まあ、普通の例えばうちの親から言わせるといつまでやってんのとかいうね、いうことあると思うんですけど、うん、でも例えば60になってから始めたっていいと思う、何でも新しいやりたいと思った時にやればいいってことですか、ね、なんか命ある限りですよね、そう思います。で死ぬ前日に始めてもいいと思うし、とりあえず取り組んだっていうことにはなりますもんね、その一回を持って帰れるもんね。だからなんかね、なんか私も常に何かに挑戦をしてしまうんで、もうそろそろいいでしょとか周りに、言われるけれども、ね、でもなんか私もずっと挑戦というか、やりたいことに対して挑戦できる人でいたいって、ね、すごい思います。商売ね、そうありたい、かっこいい、ね、いいですよね、周りに迷惑かけてるかもしれないけど、もうここはご愛嬌でご愛嬌で、まあ、私の人生は私のもんじゃいっていう感じでね、うん、そうですよね、ずっとやり続けたいですよね、何かを好きなことを、本当に。でも私なんか本当に彩子さんとかすみれさんとか、そのおたまメソッドマスター、人のいろんなお悩みに答えてあげるとか、導いてあげるっていうことができる方ってやっぱ素晴らしいなと思いますよね。でもね、導いてる感ないんですよね、相手がやっぱりそのタイミングで来てくださるから、相手がもう決めて相手が進むみたいな感じ、もうただのサポートでしかないというか、もう見守っているというか、まあ、ただちょっと背中ぶって押すかなまあ進むも進まないもいいけど、とりあえず押させてみたいな感じです。でもそれは素敵なことですよね、困って一歩踏み出せない人の背中をあえて押してバンジージャンプさせてあげるっていうか、これ死なないでしょ、ね、死なないね、大丈夫でしょって大丈夫よ、勇気を与えてその人がもっと坂道でも登っていけるようになるっていうのは素晴らしいことですよ ね、そう言っていただけたらなんか嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもいろんな方たちのために背中を押し続けていただきたいと思います。背中を浮く快感を私が喜んでいる行くみたいな感じ、本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、この番組もそろそろ最後になってきたんですけど、あやこさんご存知だと思うんですけど、毎回あなたにとって夢とは何ですかと質問させていただいているので、なるほど、すみれさんにとって夢とは何でしょう。はい、私にとって夢とは、もう現実すべてが夢だと思います。お、今も、なんかその目標とかそういう細かいことじゃなくて、生きてる今この瞬間が全部夢だと思います。全部夢、夢と現実は紙一重ということですか、なんかそのそういう感じ、叶えるとか叶えないとかじゃなくて、なんかもう常に叶ってるんじゃないかなみたいな、そういうことで、常に掴んでいる、掴んでるからこそまた次に次に夢があって生活していくみたいな、だからずっとあるもの。おー素敵いいですね、いいです。今なんかこのお部屋の中、ブースの中が夢でいっぱいになった気がする、いい、すごい、ありがとうございます。じゃあ彩子さんにとって夢とは何でしょう。今私にとっての今はチャレンジすることかな、夢が、そう、夢がチャレンジすること。じゃあ同じ感じですよね、普通にあるっていうこと、夢、なんだろうね、夢っていうのはただ叶えられるために進むイメージしかなくて、だからチャレンジすればこう夢って叶う。じゃあいっぱいチャレンジした方が得ですね。本当、そうです。そっか。じゃあこのドリームキャッチャーを聞きの皆さんもやりたいこといっぱいチャレンジしてください。やりましょう、そうすると絶対夢はつかめます。そう、行動は裏切らない。行動は裏切らない。出ました。宇宙のスピードで。そう、ね、宇宙はスピードが大事。はい。今日いくつかワードが出ましたね。はい。じゃあもう一度おさらいで彩子さんに紹介していただきましょう。はい。宇宙は
宇宙はスピードが大事。はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。いろいろ夢について語っていただきました。はい、はいはい、1時間お送りしてきましたドリームキャッチャーなんですけれども、今後ろで流れているリオンの光の元へお聞きいただきながら、ね、そろそろまたお別れの時間となってまいりました。早い1時間ね。また来週この時間にお会いしたいと思います。来週も素敵なゲストをお迎えしますよ。今週のゲストはおたまメソッドマスタースピリチュアル美容家の佐藤彩子さんと、おたまメソッドマスターのどさんこ、どさんこ名前がどさんこ、名前みたいになっちゃった、ね、なんかちょっと今名字みたいだなって、うん、すみれさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日曜日の午後4時はドリームキャッチャー、また来週、バイバイ、バイバイ。優しさ